もね。次は加藤。一生はしましょう。これで最後。あとは2000っすね。あとワンレース。これともう一つっす。あ、ほら。はい。もう勝ち越しはないんですよ。引き分け。マジか。え、待って、これマジガチの神ソクタック刺さる海面やわ。このままスタートしたら。そうなの。はい。なんかすごい。これはガチで刺さる海面っすね。西の宮の匂いを。いや、これは神ソクタックだな。左振るんだけど、右くの字でいい説はある。やっぱ伝統の神笹拓さんって右伸ばししてやりましょう。三流大学のやるか。もうスタンバってるよ今。でも早めにスタンバるとあれっすよ、殺されますよ島から入ってきて。もし来たやつがいたら、でもこれ島スタやから左行ってほしいな。みんな待って、これ神速速託してもう一回左行かなあかんやつやわ。これ右伸ばしすぎたら死ぬやつっすね。じゃあ正面から出るよ俺は。うん、ニョカさんそれ大丈夫っすか。うまいうまい神爪。うますぎた。オクタックしないわ、もはや。もはや、ちょっと、ソクタックしないよ。この左ピンのカバーリングし始めた。お願いします。原因求めて左か。やっぱ、他の2チームがうまいんだな、これ。まあ、あそこはね、ちょっと、日本代表おるんで。と、さすがに、取れないから返したいな。はい、他に返すわ。はい、いい判断っす。ジョーマさんとこれもちょい出しすぎみたいな。あ、まあいいのか、そこら辺だったらまだ耐えます。でももう一回右振るんだね。これ神枠付近しんどいかもしんないです。これベスト VMG つけてると触れ分かりにくいんだよな。そう、分かんないよね。うん、コンパス欲しいのかと思う。風景動かしてたら分かんなくない。分からん分からん。もうこうやって、ま、ミクロ視点で見て。やばい、なんかかぶされそう。ドライブしてんすか。上手、玉風さんが。これ右振ってもう一回左振るわ。なるほど。うん、右今乗ってる。多分それもう一回乗らんくなると思う。オッケー、分からんけど、まあ、このまま 2,3,4 確保すれば勝ちだからな。ジョナさん、その人ランデお願いします。即じゃいできないな。アビーも走りやった。今のエグかった。小杉がそこに絡めれば。うん、あ、ミスった、ごめん。今シンプルミスったな。
どうして？まあまあシンプルにミスりましたね。お前それで最下位になったら負けるんだぞ。いや大丈夫だ、さすがにカバーできるから。これはこれなんで俺も最下位なんや。え、待って、これ魔解雇してないのこれ。ちょっと待って、あの思い全力でさ、あの邪魔しといて待ってくれ。ジョガさんがそいつに勝たないとやばいっす。やばいじゃん。え、もうし、むしろもうジョガさんも下がって2人止めるのもありですけどね。やば、 78m。 あ、こいつらをってこと。そう、236やから負けてんのか今。え、じゃあ俺ここで死亡しとくわ。どうしよう、悩むな。でもランニングレグ行っちゃったらもうあれっすね。あ、無理だ、マーク解雇しちゃった。あー、くそ、無理か。大先輩やらかしたわ。プロテスト食らったわ。マーク待ってないだろうって。ジョーガーさんが勝てば決まりました。ったおー、え、それはマウントポジション来ました。マウントポジションじゃないですか。それ佐藤が勝たんといかんのか。いや、こいつが勝とうと思えば。あ、俺が勝てば耐える。うん、佐藤が勝てば勝って、ジョーガーさんも勝てば耐える。きついな、め、負けたわ。終わった。ごめんなさい、おっと、ちょっと下がったわ。 0.02 秒負けた。当てた。おお。でもなんかジョーガーさん勝った判定になってますよ、1位で。勝ってますよ。そう、いや、わかんないです、リザルト。俺見てるリザルト。じゃあ負けてんのかもしんないです。あ、負けてますか。 0.2 秒の敗北。おお、11点じゃないか。ごめん、ごめん、大先輩やらかしたわ。ごめんごめん、気づくの遅れたわ。ちょっとプロテスト食らってしまったな。ま、しゃあないね。ま、あかん、なんでこんな左ばっか振る怪物でな。最後だし全力の尖閣投資でいきます。フルオプション緑チケットも200枚ぐらいあるから大丈夫。すげえ。もう俺あと1枚しかないです。俺より多いじゃないですか。マジか、バブル世代、バブル生きてない不況の不況生まれの子たちはかわいそうだな。不況生まれで。やっぱり、やば、スタートライン見えるじゃん。あと何秒ってやつですか。ビームが出てる。1分前やったらビーム出るか。なんでこんなチモスタばっかなの。な、ちょっとおかしいな。やばくない、和歌山じゃん。めちゃくちゃ嫌がらせしてます。40秒前はいいんだよな。ああ、まあまだ40秒あるし、勝負は10秒前だから、しねえ。あ、なんで。運動B ワードなんだっけ、神島か。あ、前通りますか。いいっすよ。それ大丈夫ですか。で、タック完了するまであれっすよ。目立ったわ。ああ。ウィー。でも俺は完璧な神誘ったって決めた。
いいっすね。神座サクタクソンって右の足。それは今左から見てます。マッチがリフト、これもうちょい左寄せたいな。リフトしていく、リフトしていく。うん、なんかついてくるわ。ポーリンさんですか。あ、お、落ちた。やったね。やり直し、わかんない。怒りマーク出ない。スタート後の落ちはどうなんだ。あれだわ、スタート後の落ちはあのあれですね、マストレタの友達じゃないですか。マジでやった。完全勝利のお知らせじゃないか、それは。1位3位取られなければ勝ちっすわ。もうこの5位の人を抑え続ければ勝ちや。もうあれだよ、前2手逃げて最後の人が嫌がらせしまくれば勝ちだから。そこで返すのか。あ、ごめんごめん、見てなかったわ。どうかな。乗ったわ、振って。いや、すごいオーバーセルしてるよって思うじゃないですか。じゃあもうこの2位のやつもジョーガンさんに任せます。こういうのは意外とできるね。これはミスった。これはミスった。なるほど。手元がぶれました。ミスったミスった。ミスったミスった。じゃあ。ちょっと待って、避けたじゃん。ジョーさん、ゴリゴリにやられてるじゃないか。たのよ。クリアスターンよ。よしよし。あのこれ、145でも勝ちか。そうそう。あ、13取られなきゃ勝ちだからね。じゃあ、このまま逃げます。おぉ。リアルナイスタックでしたね。おお。これ返してくれると逆に返しやすい。最後ちょっと右振ってます。なるほど。はい、いつの間にか最下位に落ちちゃった。これ前、通れるか、通れるか。いけそうだな。よしよしよし。さすがに勝った。ここから13取られるのは佐藤が落ちて。あれやな。あれ佐藤落ちても最下位取らなければ勝ちやからな。こっからだって俺落ちようがねえもん。
ました。どうしたんすか。ごめん変なタイミングでジャイブしちゃった。びっくりした。ちょっとあれだね、まあまあ勝ったからいいんだよね。ギリギリか。ちょっと落ちてなかったら分かんなかったっすね。ごめんね。まあまあでも満足度は優勝したんで。避けるとかなんか細木の存在を理解できなかったうまく。完全に殺しに来てましたね。殺されました。そう。ああ。まあ、満足度は優勝ということで。